えー、私はですね、えー、この黄色で囲った、減っていっている台座の上に、小倉美咲さんが、えー、長時間いたと、要は助けをそこで待っていた、えー、そういうふうに思ってるわけです。そそして誰もがここにいることを気づか,なかった 警察も含め自衛隊も消防団も消防隊も捜索ボランティアも我々、ね、現地に行ってない人もまさかここにいるとはそういうふうに思っていなかったと思いますだからここは探してない場所なわけでありそしてその探したという情報は警察にはない山梨県警にはないと思っております えー、小倉美咲さんがかなりの時間、えー、ここにいたということはもし、えー、ここを見ていたならばもしかすると、えー、助け出すことができたのかもしれない、えー、そういうふうに思っているわけです、えー、か,かなり、えー、ここまで来るのに時間かかりましたけどまあこれがうんと 和子さんがそういう宗教に入るのは別にいいわけです。えー、私がそういう宗教に入るのも別にいいわけです、えー。最大の事件派である小倉美咲さんのお母様がそういう宗教に入るのはいいんです。えー、そして、えー、山梨県警の、えー、コメントを出した奥脇隆起さんもそういう宗教に入ってもいいんですけれども、 というか、もうむしろ入ってるんですけれども、山梨県警の中でね。じゃそれが法律に照らし合わせてどうかっていうところを見ていきたいなと思って、この、えー、シリーズを作ってるわけです。えー、まあ、合理的に考えたもと、山、えー、中の捜査を収録したわけでしょ。それ分かりました。それ、第4条の、あ、これ、あれです。 うんと犯罪捜査規範という、まあえー、ものですけれども合理,合理あ、まあ、これ目的ねこの規則は警察官が犯罪の捜査を行うにあたって守るべき心構え捜査の方法手続きその他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする捜査の基本捜査はあ事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念を持って、えー、迅速に 迅速的確に行わなければならない、えー、捜査を行うにあたっては個人の基本的人権を尊重し個人の基本的人権を尊重しかつ公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない法令等の遵守、えー、捜査を行うにあたっては警察法刑事訴訟法 その他の法令及び規則を遵守し個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない合理捜査捜査を行うにあたっては証拠によって事案を明らかにしなければならない 捜査を行うにあたっては先入観にとらわれず根拠に基づかない憶測を排除し被疑者その他の関係者の供述を過信することなく被疑者その他の関係者の供述を過信することなく基礎的捜査を徹底し物的証拠をはじめとするあらゆる証拠の 発見収集に努めるとともに鑑識設備及び資料を十分に活用して操作を合理的に進めるようにしなければならない、はい、合理的に進めたと奥脇隆起さんはおっしゃってるわけですね総合操作操作を行うにあたっては 全ての情報を総合して判断するとともに広く知識技能を活用しかつ常に組織力組織の力により操作を総合的に進めるようにしなければならないなぜ一部の幹部だけが滑落したかもと言ってるんでしょうかね総合的に進んだとするならば公式見解以外ありえないはずなんですけれども 着実な捜査。捜査は安易に成果を求めることなく、犯罪の規則、やえー、犯罪の規模、方法、その他、初犯の状況を冷静に、周密に判断し、着実に行わなければならない。控訴・公判への配慮。捜査はそれが刑事手続きの一環で、 あることに鑑み訴訟の実行及び後判の審理を念頭に置いて行わなければならない特に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項に、えー、規定する事件に該当する、えー、事件の捜査を行う場合は 国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるように配慮しなければならない合理的な考えのもと山中の捜索を終了した三崎さんがほとんど見つかっておりません全然分かりません国民一国民として全然分かりません なぜ公式的には死因や経路が分かりませんって山梨県警が、えー、岡脇隆之さんがコメントしたのになぜその上司の幹部が活躍したかもって言っちゃってるのかが全然分かりません規律と協力捜査を行うにあたっては事故の能力を過信して独断に陥ることなく上司から命ぜられた事案を、えー、忠実に実行し 常に警察規律を正しく協力一致して、えー、事案に挑まなければならない、はい、奥脇隆起さんは常時から命ぜ,され命ぜられたものを着実に、えー、実行しているのでしょう、えー、その結果どうなっているかというとペットボトルが散乱しておりました、はい、現場には減ってゆく台座ですね減ってゆく台座の部分に ペットボトルが <laughs> 散乱してたわけです。ここにペットボトルめっちゃあったわけですね。はい。えー、秘密の保持等。はい、ここから重要になってきますよ。秘密の保持等。操作を行うにあたっては秘密を遵守し、あ、厳守し、操作の遂行に支障を 及ぼさないように注意するとともに被疑者被害者かっこ犯罪により害を被った者を言う以下同じその他事件の関係者の名誉を害することのないよう注意しなければならないなぜ警察犬の情報が出てくるんでしょうか富山の高岡もそうでしたよね 福田神社前までにおいをってなぜ警察犬の情報が、ご両親の元に届いてるんでしょうか。ねぇ、ご両親の、その、え、ー うん、証言ですか、えー、お母様の証言、ドライヤーで乾かしている、それを完全に信じきってるわけでしょは、まあ、分かんないけどね、完全に信じきってないで、えー、やってってるかもしれないけれども、今のところ、えー、お父様が福田神社まで匂いを負ってったっつってるのに、えー、その件に関しては何も言わないわけでしょ国民に対して説明しないわけです。裁判員裁判にしないためじゃないかというふうに疑われてもしょうがないわけね。 えー、小倉美咲さんのお母様に沢とかそういうところで反応なしね言ったの誰ですか言っ,た言った人が誰ですか捜査上の重要な、えー、そういう情報を漏らしちゃったんじゃないんですかお母様に小倉美咲様のお母様に漏らしちゃったんじゃないですか、はい、捜査にあた、えー、行うにあたっては全校の規定により秘密を遵守 厳守するほか告訴告発犯罪に関する申告その他犯罪捜査の書短書または犯罪捜査の資料を提供したものの名誉または信用を害することのないように注意しなければならない弥勒さんはわざわざ行ってるわけです現地にね現地に行って ばらまいた、犯人がばらまいたと信じて言ってるわけ。そういう宗教を信仰してるわけね。弥勒さんはそういう宗教を信仰して、え犯人はばらまきましたっつって、あの、えーね、山の中を、公園の猿が山の猿となり、そしていろんなものを見つけたわけ。で、その証拠物をわざわざ警察に届けてるわけです。ね。 その人に対して何で圧力をかけるんですかなぜなぜ圧力をかけてくるんですかまあこれが事実だとすればな事実じゃないんだったら事実じゃございませんよと言えばいい話でねそうい,そう,いうことをしていませんよと言えばいい話でえそして私にもそれは弥勒さんが YouTube で言ってることは事実じゃございませんよって言ってくればいい話でね で、まあ、そもそもがですね、それ,それ以前になぜ水平リーベイさんのその顔を晒すんですかねえ。じねえさんの、小倉美咲さんの足がことかもっつって、えー、言ってる人の顔をなぜ晒すんですかそしてなぜその晒すことを許したんですかって話。もしダメだとするならば、ANN に対していろいろ言わないといけないでしょ訂正しないといけないでしょねえ。 どういうことですか大丈夫なんですかわかりますかで逆に言ったらばなぜ物欲、えー、さんが取ったあの椿沢園店にあった、えー、残災ね警察も呼んで警察も呼んでか勝たしたはずなのになぜね一番生肉のようなものをなぜ置いていったんですかあっちの方がやばいですよ。 いいですか警察官あっちの方がやばいですよ不法投棄的にねその近くには関東から来たお子様がテント張って待ってるわけでしょわかりますかその園庭のこれ皆さんあのー、恐ろしいんですけども園庭の下っていうのは、えー、土砂災害のハザードマップの警戒区域になってますその下に関東から来た何も知らない子どもたちがテント張ってるわけですね じゃあそれはそういう状態になった場合に、台風とかそういう状態になった前に、退避してくださいねとか、そういう勧告とか出てたでしょ。小倉美咲さんに,のにも出てたはずなんですよ。小倉美咲さんのお母様とかがグループキャンプで来た時には、台風により、その、台風があったから、なんかね、 そういう警告をおそらく椿荘オートキャンプ場の管理人は言ってたはずなんですよ。そこをね、土砂崩れが起きるかもしれない。そもそも園庭があるわけですから。園庭って何年も前からできてるわけですから、そこがそういう場所だということは、その地域に住んでる人たちは知ってるはず。しか,し,かしながら、千葉県成田市から来た、えー、そういう人たちは知らないわけ。だから、しっかりと椿荘オートキャンプ場の人が言ってたはずなんですよ、そこね。では、そこまではいいです。ね、その園庭になぜか、 なぜか、えー、死骸が捨てられてるわけですね。わかりますか熊来るじゃん。ね、イノシシ来るじゃん。タヌキ来るじゃんでしょじゃあそういうところに、で、が、えー、行けちゃう林道があるじゃん。そしてその林道で遊んでいたという証言があるわけです。わかりますかわかりますか 警察はかかりますかだからその不法投棄をしている人たちに,に対してどう,どういうことをやっているのかですよね。秘密の 警察はだから秘密の保持の一環として、えー、言えないかもしれないけど、えー、秘密のね、公益性、公共性がある観点で、その証拠物を、えー、YouTube 上にあ上げるのは、それは表現の自由との、えーね、絡みの中、えー、大丈夫なものは上げてもいいわけでしょ。だからそういう犯罪の事実みたいなものが上がってるわけ、インターネット上にね。 それに対して、警察はどういうことをしてってるんですかって話。道志村はどういうことをしてってるんですかという話なんですよね。全く何も聞かないよね。ということは現状変わってないということ。何年も。何年もその場所の実態が変わってないということです。関係者に対する配慮。捜査を行うにあたっては常に言動を慎み、関係者の利便を考慮し、必要な限度を超えて迷惑を及ばさないように注意しなければならない。 はいね、ある一部に関してはやってるわけでしょだけど自分たちが都合が悪いそうな弥勒さんの弥勒配ン3の9と弥勒配ン5の4に関しては消せって言ってきたっていうことを弥勒さんが言ってますけどそれが弥勒さんのう、えー、その嘘であれば山梨県警は全力,で、えー、全力で訂正しないといけないわけわかりますか疑われてるわけです山梨県警は。 えー、犯罪の捜査規範に従って捜査してないんじゃないかというふうに疑われてるわけ。少なくとも私は疑ってるわけ。あと、弥勒さんもね、弥勒さんも言ってるわけ。何のために消せっていう電話してきたのって。で、その消せっていう電話してきたことが山梨県警でありますよってはっきり言ってるわけ。弥勒さんはね。ってことは山梨県警が自分たちじゃなければ、ね、山梨県警自体の名誉として言わないといけないじゃん。 なぜかっつったら山梨県警っての国民の税金で、えー、動いてるわけでしょだから正しくこの捜査機関に乗、えー、っ取って動いてるんであれば動いてあるっていうふうに言わないと、ね、弥勒さんに電話かけてきたのは私たちじゃございませんと、ね、何を疑ってるんですか私たちはございませんよ、えー。それはアンチが山梨県警を装って弥勒さんに動画消せって言ってきたんですよっていうふうに発表しないといけないんじゃないかっつってるわけ。私は。それなぜかつったら、 国民の代表でしょって、あなたたち。この法律に乗ってね。警察がそんな適当なことをしてい,いるんであれば、我々に被害がこむるんだって。ね。子どもたちが死んでいくんだって、失踪して死んでいくの。警察がそういうことを、えー、はっきりさせないでいるとするのであれば、どん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 子どもたちがいなくなって死んでいくんだって。警察犬の情報をどん,どん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 出すんですかペラ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 れるんですか 警察が公に死因も経路も分からないって言ってる事案に対してその警察の幹部が「えっ滑落したかも」なんてペラ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 言うんですかってどういう組織ですかってね国民に対して説明する責任があるんじゃないそのことに関して小倉美咲さんのことじゃないよ 山梨県警幹部が滑落したかもっつって、えーね、その小倉美咲さんのお母さんもそこに連れてってる、この台座の部分とも見られるところに連れてってるっていう件とか、ここの下にペットボトルがぶわーって散らかってる映像がインターネットに流れてることとか、この操作してるときね、そういうことに関して、えー、お口張ってミッフィーを決め込んでること自体が、 えー、法律違反をしているように見えるっつってるわけ。私は。このね、警察法とかに抵触しているように見えるの。一番は足跡らしきものですよ。足跡らしきもの。まず足跡らしきものを発見した、発見して情報提供して、わざわざね、警察が呼んだ人をの顔を晒してるってどういうことですか顔を晒したんです、ANN が。すぐさま消したけど。 顔晒してんですよその捜査に協力している人の顔をわかりますか水平リーベさんの顔をさらしてるんですそのさらした犯人は犯人っていうのはもうほぼ犯罪に近いと思いますけどそれっていうのはテレビ局,レビ局でしょでテレビ局に対して な、えー、なんでで入らないですか放送法を違反した場合にはその放送法を違反したことを誰が捜査するんですか法律ですからね法律を犯しているかもしれない、えー、ところを誰も捜査しなかったらその法律いらねえじゃん放送法いらねえじゃん放送法を守ってない、えー、っていうふうにだからなんか委員会とかそういうものに行くべき内容ですよそういうヘイリーベイさんの顔をさらして。 まだ解決もしてないのに。わかりますか。まあいいんですけど、まあ、以上です。